これを今すぐやめないと周りから人がいなくなるはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してますはいこんなことありますよねなんかあの人というと落ち着くあ,あいつ面白いなあの人というと安らぐんだよな楽しいよなあの人好きだよね っていうこともあればなんかあいつといるとムカつくんだよな不快なんだよな落ち着かへんリラックスできへんあいつのことが嫌いなんだよなーってだってあいついつも悪口言うから人のものを奪おうとするから貸しても帰ってこうへんからくれくれちゃんやからかまってちゃんやからだから嫌いやねんそのような明確な理由があることもあればなんとなく嫌なんだよなーって。 っていう生理的にブブーそんなこともあると思うんですもちろん人それぞれ好き嫌いはバラバラであると思いますただ嫌われる人には1つの共通点があったんです嫌われる人はこれをやってしまってますあなたも今すぐこれをやめないと最初は人が集まってきてもどんどん1人2人3人人があなたの周りから離れていくんです今日のテーマはこれです 嫌われるる人がやっっててしまっている共通点この動画を最後まで見ていただけたら人から嫌われる理由をちゃんと理解できて人から好かれるそして好印象を持ってもらうための行動が分かるようになりますので最後までご視聴くださいはい、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるためのライフスキルそして考え方生き方を紹介しています興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですはいでは早速いきましょう 嫌われる人がやってる一つの共通点、それは何だと思いますか？はい、こちらです。嫌われる人はこれをやってしまってます。ちょっと見えますか？ちょっと見える？見え見えそうですよね。はい、嫌われる人がやってるのはこれです。じゃん、ジャッジ、はい、点数をつけてしまってるんですよ。比較して点数をつける、これです。 嫌われる人がやってることもうどんな時でも点数をつけるしかもその点数をつける基準が人と比べて点数をつけるんですよ、えー、っとたけしんと比べてプレゼン上手だったよこの店あの前行った店と比べて全然料理美味しくないな一番取ったねすごいねすごいねすごいねというように常に 何かと比べて評価をしてくるジャッジしてくる点数をつけてくる自分そのものの行動とかパフォーマンスを見るんじゃなくて誰かと比べて勝っているから優れているから一番を取ったから結果が出たからあなたはすごいんだ誰かよりも,よりも優れているから僕はすごいんだっていうように評価をしてくる人ですね。どうですかかそんんな人いませんか はい、僕はね、そういう人というとね、全然ね、居心地が良くないんですよね、常に誰かと比べられてるんじゃないかと思って、なんか競争してる感じですよ、競争してる状態っていうのはね、いわゆる交感神経が優位になってるんですあの、ライオンと遭遇してる状態です、もう,こう戦闘モードですよ、だから全然安らげないんですよね、リラックスしない、常に肩,肩にこうやって力がある状態で、その人と過ごさないといけない、もちろんね、褒められたら嬉しいですよ、瞬間的にはね。たけしと比べて 英語上手やなと褒められたその瞬間的には嬉しいんだけどあこの人いつも誰かと比べてるんやなひょっとして俺のことも誰かと比べて俺がいないところで同じことを他の人の前で言うてるんちゃうかって思うと安心できないんですよリラックスできないんですよ常にこの戦闘モード。 はい、競争してる競争なんかレールの上に乗せられてなんか競争させられてるような感じそんな状態でっリラックスできないですよね、はい、だからあの交感神経が優位になって副交感神経が下がっていくんですよねえ劣、ー、優位の反対、まあ、下がるこれでいいでしょうだから副交感神経が優位にならないとリラックスできないんですよ安心できないんですよね安心できないとその人と一緒にいたいと思わないんですよその人から離れたい距離を置きたいって思うんですよねそう,いう 人間の、あのー、仕組みってていうでできてるんですよ、はい、だから常に人と評価したりちょっとすみません <laughs>、えー、相手と、えー、誰かと比べて評価をしたりジャッジをする点数をつけるとそういうような習慣そういうような癖がついてしまっていると。 どんどんどどあなたの周りから人が離れていきますどうでしょうあなたにもそんなことありませんか人と比べて誰かを褒めてしまったりなんか結果が出た時に結果だけを褒めてしまう一番取ったすごいなって一番取ったことではなくて一番取るまでのプロセスっていうの,の中身を全く見ようとせずにその結果が出たことだけ評価をするそのようなことはありませんか もしジャッジをする習慣があったり点数をつけることが、えー、癖,癖づいてしまうと人がどんどん離れていきますだからこれをやめることが必要なんですではどうやってジャッジする習慣そして癖を、えー、やめることができるのかはいこれですよねその方法はまずは自分がね自分と他人を比べるのをやめる これです常に自分の価値を決める時に相手と比べて勝っていた相手と比べて優れていたから自分の能力はすごいんだ自分は価値があるんだっていうように常に自分の価値を決める時に相手と比べてしまうそういう習慣があるとねあると自分自身を比べてしまうから他人にも 他人と比べてて評価をしてしまうその他人を評価する時に、まあ、他の人と比べて評価をしてしまうそういうような意識になってしまうんですねそういう意識になってしまうとそういう言葉が生まれたりそういう行動になってしまうだからその意識を変える人が必要があるんです。そのためにははまずは自分が他人と 比べない、うん、自分自身の価値を決めるときに人と比べない、ねあのー、もちろん自分にはいいところも悪いところもあるそれ人,と比べて、えー、人と比べるからこそ自分のいいところもある悪いところも見えてくるそれはそれでいいんですよ。でいいところと悪いところを見つけたときに人と比べて悪かっただからダメなんだじゃなくてそれを認めるんですよ。それに点数をつけないんですよ。はい、あ自分にはこういういいところもあるこういう悪いところもあるな。 That's it です。これだけです。認めるだけ。認めてそれに良かった悪かった点数をつけない。 はい、ここから始めるんですよ。こういういいとこもありこういう悪いとこもありこれがスタートラインですよ。スタートラインっていうのはもうスタートするポイントなんで0点なんですよ。これスタートするポイントなんですよ。でここからですよ。このスタートラインから、まあ、なりたい自分があると思うんですよね。なりたい自分があってスタートラインからなりたい自分になるためには何をしないといけないのかっていうのを一つ一つちっちゃな約束を守って習慣化して行動していくそういうことなんですよ。でその時に何やろ あのー、人と比べてこう行動してね自分が成長してるのにもかかわらず人と比べてああ自分はまだまだまだなじゃなくてこのスタートラインと比べるんですね今のスタートラインこの0点じゃないですか自分にはこんないいところもあるこんな悪いところもあるっていう今の現状の自分じゃないですかここがスタートラインですよここスタートラインとした時に で今日こんなことができたあんなことができたって今日,今日の行動今日の努力次第でこのスタートラインから一歩前に進むことは可能じゃないですかもちろん人と人に勝てるかどうかっていうのは分かんないですよどれだけ努力してもでもスタートラインから一歩前に進むっていうことは可能なんですよ自分がコントロールでできることなんですよだから自分が可能でありコントロールできることに焦点を合わしてこのスタートラインからどれだけ進んだのかっていうところをちゃんと そこを評価すするんですねだからスタートラインと比べてどうだったのか昔の自分と比べてどれだけ進化したのか成長したのかっていうところを評価するそこにフォーカスするということです。人と比べて勝った負けたじゃない。そういうことをやっていくと、えー、人と人の ね、人のこととがちゃんん見えてくるんですよその人を見る時に誰かに勝ったから誰かと比べて優れていたから、えー、よかったよじゃなくてその人のそのままの美しさそのままの魅力を見てどうなのかっていうことが見えるようになってくるんですね。はい、で常に人とと比べていると なんやろこの人そのままの自分を見てくれていないなそのままの自分の美しさを全然見ようともしてくれてない常に誰かに勝ったから業績が出たから結果が出たからこの人は俺のそばにいるんだってなってしまうとどんどん人が離れていくということなんですだから人他人と比べない他人と比べずにそのままの自分の美しさを見ようとするそこですそこをスタートラインにした時にいいとこも悪いとこもあるスタートラインをした時にそこからの今日の行動でどうだったのか昔の自分と。 と比べるこれがと、ね、とても大事だと思いますこういうように自分の価値を決める時に他人と比べないそういうことを当たり前にしていく昔の自分と比べるスタートラインから比べてどれだけ進歩したのかそこにフォーカスを当てるそうすることを毎日やっていくと人と接する時にも誰かと比べてあなたは優れているではなくてその人の以前のその人と比べてあこれだけ成長してるなこれだけ何やろ進化したなっていうところが見えるようになってきて。 そうするとその人も何か誰かと比べられてるっていう感じではなくてそのままの自分を見てくれてるなと思って安心してリラックスして副交感神経が優位になってそこで人が集まってくると。 いうことでございます。はい。ということで今日は嫌われる人のたった一つの共通点というテーマでご紹介しました。はい。この他人と比べる点数をつける評価をするこれが人が離れていく原因です。で、え。 ででこれを直すためにはまずは自分自身が他人と比べない自分の価値を決める時に他人と比べないこれがとても大事なのかなと思います、えー、今日の動画を見ていただいてちょっとでも勉強になった参考になったおかっち頑張れマックス今日もいいよっていう方は高評価ボタンそしてコメントしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです、えー、このチャンネルでは今回のようにあなたがあなたの美しさをそのまま表現できるような行動習慣そして考え方 を紹介してますもし興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。でさらに興味を持った方は概要欄にブログと動画を貼り付けてるんですけどそこでは自分の本音を、えー、本音で生きるための具体的な技術日常生活そして仕事場でどのような行動をしたらいいのかっていうのを具体的に詳しく解説してます。 エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ